杉田智和です。SP 田中です。にゃーんで思い出したけど、うん、新版を撮ってんのさ。なんでにゃーんで思い出したんですか？あのね、この間新しいアニメ撮ってて、まだ言えないんだけども、俺の相方の役が、瀬戸さんだったの。ちまやふるのヒロイン。シグマセブンのね。はいはいはい。瀬戸さん、だからちゃんとお芝居で絡むのはほぼ初めてだった。マジっすか。で、一緒に絡む役だから、結構相談しなきゃいけない。はいはいはい。猫の着ぐるみを着て、そのパッて現れて、他のキャラクターを連れていくっていうシーンだったんだけども、その猫ぬいぐるみの声をアドリブだから、どうしようかっていう相談をしたのね。うん、瀬戸さんってすごい目力が強くて真面目な子だから、うん、すっごいまっすぐな目で俺ガン見してくんのね。わお、うん。で、どうすればよいのでしょうかって言われて。にゃーって出てくるけど、なんか顔がギャグ顔だ、変な、ブサイクなぬいぐるみだから、うんうんうん、やる気ないブサイク声にしません。はい、にゃーで、にゃにゃー、にゃーですか、にゃーでって言ってなんか徐々に手も猫手になってきて。ずっとにゃーにゃーって言ってて。あざとい。うん。そのやりとりが逆になんかおじさんドキドキしてきちゃって。つうか、杉田さんに相談しちゃダメですよ。だって一緒に絡む役なんだから、俺相談するの、この俺の役とその瀬戸さんの役なんだから。おじさん絶対おかしいこと言うでしょ。にゃー。え？にゃー。うわぁ、間違えた。にゃーですか？にゃーって言ってたよ、ね。来てそこ、DVD 特典とかつかないですか？バカ言うんじゃねえ。コメンタリーとかで言えばいいんだろ。うん、言ってほしい。うん。というわけで、僕は、タリタリの DVD を全巻買おうと思います。マジ神アニメですよね。そうだよ。俺大好き。もう大好きなものしかないんだもんだって。もうあそこが作るアニメ全部好き。ね、ブルーティアーズ、花咲くいろは、そしてタリタリと。